はい、えー、それではですね始めます皆さんこんにちはレクセエニー講師の唐沢と申しますどうぞよろしくお願いします、えー、ただいまからですね登録販売者試験のですね令和4年のですね試験問題、えー、作成に関する手引きまあ改訂が、えー、久しぶりにですね行われたということでその重要事項をですね、えー、ポイントをまとめましてですね、えー、解説させていただきたいというふうに思っております まあずっとですね改定がなされてなかった登録販売者の試験問題の手引きなんですけれどもまあ一体どういうふうに攻略していったらいいかということでまず改定の全体像からですねお話をさせていただきたいと思いますまず一章ですね PL 法製造物責任法という項目ですね追加になるで健康食品についてこれは記載をですねなんというか新しい知識というよりはより丁寧に書いたでセルフメディケーションというところの追加 小児の定義のところでですねまあ、新生児があ何ヶ月から何歳までなのかっていうような定義のところ追加あと C 型肝炎訴訟ということで、えー、まあ薬害訴訟ですよねその一つとして最新のものが加わったよということですねはいまあ、第2章ですね、えー、これは各種定義を明確化するとかですね神経の分野等に関してですねより正しく記載を設けるというようなこと 三章においてはですね、成分名が変更、例えばコディンリン酸塩というものが「追和物」という言葉が加わってですね、まあ、意味的には同じなんですけれどもあの定義のところがあの加わったと追加成分名をより正しく表記するっていうような改定あとはですね消滅と追加とあるんですけれども現在の流通状況医薬品のですねもう流通が少なくなってきたなくなってしまったと。 いうことですね実務上こう使われなくなってきているものというものについて証別記載を消すというところ逆にですね有効性がですねあの認められてより流通がたくさん発生しているものについては追加していこうというようなことですね。 あと第4章に関してはですね登録販売者のなすべきことなどの記載の追加やですね薬局管理者違反の広告についてといったところで過失がなされているということですね。まあ、5章は非常にポイント少ないんですけれども医療用医薬品添付文書にかかる変更ということで加わっているということですね。 はいあの弊社のですね合格講座などの講座ご利用いただいている皆様にはですねこの映像だけではなくてですね、まあ、レジュメのデータなりですね冊子なりでご確認いただけるようにしてまいりたいと思いますが映像でまずポイントの方ですね解説してまいりたいというふうに思っております。はい それでまず学習のポイントなんですけれども、まあ、改正点のことをやる講座でですね、矛盾しているかのように思われるかもしれませんが時間を取られすぎないとむしろ今まで通りの学習、まあ、旧教材従来のテキストで従来通りの学習ここに時間を割くということがですね、本年の合格について極めて重要であると。 とといいいいううことを申し上げたいというふうに思います改正について気に取られてですねここばっかり見ているとよくないですよとむしろあのはっきり言ってこの動画やですねレジュメで全く改正点を知らずにですねそのままやりきって勉強していただくくらいの方がですね合格にには圧倒的に重要なこととにななると考えていますなぜこんなことを言いますかというのとまず改定の分量ですねどれだけ変わったのかと。 生後に関わるですね改定の部分というのは全体のですね数パーセントに過ぎない状況ですあとは学問研究の観点からですね例えば薬学とか医学とかですね、えー、人体に関する研究というのはですね、えー、これはもう何千年何百年とですね研究し尽くされてき、えー、ていることであってですねこれらに関する知見というのがある年にですね根本的に変更するのかということですね あのまあ、筋肉の機能というのはです、ね、実は何千年の間ずっと間違って理解してましたと全然違うことでしたとか言ってです、ね、改定が走るのかと言ったらそうではなくてです、ね、本質的ななな変変更更でではなくよより丁寧にに記載をすするといいうような改定変更の部分が非常に多いです、ね、学問研究の観点からです、ね、そんなにこれの重要な分野についてです、ね、ものすごい根本的な変更がいくつもあるかと言ったらそうではないということ。 さららに、試験ででで求められる人物像とといいいいうことを意識して欲してんすすね。いいですか新しいこと改定がなされたその分野だけですね全体に関わるですね正誤に関わる改定部分というのは本当にあのごく一部に過ぎないのにですねこればっかり勉強している人を合格させるべきかといったらそうではなくて。 従来通り今までずっと重要とされていたことを従来の改定前の内容からですね引き続き重要とされている分野をまんべんなく知っているという人が合格すべきです実務上ですねなんか今年の改正だけ詳しいですあとは知りませんという人があの合格させるかといったらそんなはずはないんですね従来通りの学習で重要な点というのが散りばめられているんですけどこれを網羅した人が合格するように作られるはずです どんな試験についてもですねあらゆる国家試験あの弊社の方で扱ってますけれども、まあ、こういった性質で試験というのは作られます。さらにですね問題を作る人の視点問題を作っている人の立場で考えてみるとですね全問題ですね 改定があったとその改定の部分だけをですね新しいからですね全部新しく作成していこうとなった時にですよ1200問ですね全体で作んなきゃいけないんですよその場合の時間のコストをかかる本当に実際の出費かかってくる作成に関する費用それからですねドタバタと新しいものをどんどん作ってですね没問といわゆる没問 あの答えがないですとかですねあの正解と思っていた選択肢に誤植があってですね正解が一個もないですみたいなこういう業界で没問というふうに言っていくんですけどそのリスクが極めて高まります問題を作る側の観点からもですねこれは従来通りの教科書で重要とされている部分というのをですね基本的に流用するんです基本的に流用しながら作ってですね今年の改定についてもちょこっとこれは盛り込んでいくというふうに改定されるわけであってですね あくまでもこれれ改正点に時間を取らすぎない従来通りの学習ということを徹底していくことが合格には重要ですということです。ただそうとはいえですねあの対策をしていく最低限ですねあの試験に重要な部分というのは対策していく必要があるということで。 改定のこのこ種類ですね些細な改定が多いですよということを申し上げたいんですが1番と2番分かりにくい日本語を分かりやすくするとかですね文法的にちょっとこうした方が正しいとかですねいう改定が非常に多いんですこれに対してですね内容が改,改めてですね、えー、根本的なところで追加されたり削除されたり修正されたりしているということで3番とあるんですけれどもこの3番のところだけをですね、えー、本講座でしかも重要な部分について扱っていくということです。 例えばですよ、この1 2、えー、大したこここととないといいい改定ううのののははでですす。すすね、ね。っどどんん無無視視てきまる例青字のところが変更点実際に行われた変更点なんですけれども我が国というのを日本に直しているまあそれどっちだっていいよねということで無視して構わないということですね。ということですね。あとは体調の不調体調の不調ということを体調不良に直すと、うん、まあ確かにより正しい日本語ですけどねこれどうだっていいということで、えー、本講座では詳しく扱わないと。 いうことね、あと3年をですね漢数字を34数字に変えるとかですねまあ見やすくなりましたけどね「はや、い、と振り仮名を振ってあげる」とかあいうところですよね「ひらがな」にしてあげるとか、えー、そういった些細なものこれらに関するものこういったページにあるようなものをね、えー、たくさんこういった類のものが加わってるわけなんですけどそれを一切無視していくと。 いうことで本当に本質的な部分の追加などについて今から見ていくとまず第1章ですね医薬品は PL 法の製造物責任法の対象となるというところですね加わったということなんですがそもそも PL 法なんですか製造物責任法の略なんですけども PL というのはプロダクトライアビリティということでプロダクト製造物に関するライアビリティ責任 ここれに関すする法律とということです製造業者がですね製造業者が自分が製造したその品物についてですねお客様に対して欠陥商品を作ったことによって損害を与えてしまったという場合ですねその場合製造業者に過失が立証されなくても欠陥商品を出してしまったそれによってお客様に損害を与えてしまったそしたらですね製造業者に過失が立証されなくてもですね これはまあ民法の原則をこう覆すようなです、ね、非常に画期的な内容なんですけれども過失が立証されなくてもです、ね、損害賠償責任を負っていくよということでじゃあその製造物にですね医薬品は含まれるのか含まれないのかということでですねつまりこの欠陥商品医薬品の中でですね欠陥商品が生まれたそのによってですねお客様が損害を被ったと。 健康を害されたとかですね肌が非常に荒れてしまったとかですねそういった損害を与えた場合にですねこれは製造業者医薬品の製造業者が責任を負っていきますよという内容ですね。 これは実はですね、今年の改正とかそういうことではなくてですね、もともとあった製造物責任法の重要なルールなんですけれども、それをですね、改めてこの第1章で重要な知識ということでですね、急に改正によって生まれた内容ではなくて、この内容というのが重要だからそれを追加しましたよということですね。手引きではこの水入のように書かれているというようなものです。この内容が追加されましたよということですね。 はい、えー、続いて、えー、医薬品のリスク評価というところですけれどもお医薬品のリスク評価に関してですね、以前は「ですね、えー、曝露時間×曝露量」というですね、あのこの掛け算ということで表現されていたという部分このね、えー、曝露時間×曝露量というところをプラスにしてですね、えー、和によって表されるという選択肢を出してそれは×です、掛け算ですよと。 いいうふうふに書かれれていたんですけれどもちょっとまあ分かりにくいというかですね「暴露」という言葉も分かりにくいですし掛け算といってもじゃあ何厳密に何と何をかけるのかっていうことも分かりにくいということでまあ意味的にめちゃくちゃ変更したということではないんですけれども容量と作用強度の関係医薬品の効果とリスクというのは容量と作用強度の関係で表されますよということですね。容量量ととと反応関係というところの量 まあ、意味的にはねあのリスクの高い医薬品をたくさん飲むとですね、えー、人の健康を害する可能性が高まりますよということでさほどあの意味的に変わったものではないんですけれども、まあ、よりちょっと分かりやすい表現に変更があったということですね。今年の本試験問題ではこの黄色の部分でですね正しい選択肢として出題、えー、されるということが想定されます。 はい続いて健康食品というところですけれどもこれはですね何か内容が根本的に変わりましたということではなくてですねもともとあった知識なんですけれどもこれを特にね健康食品というのは健康についての人に対する影響大きいことからですね第1章にあんまり詳しくなかったところ詳しく1章にも記載しましょう1章っていうのは全体に関わる分野ですよね。 ここにね全体に関わるこの一章に詳しい説明も置いておくべきだろうということで記載がされているということですねまあ、キーポイントとしてはこの黄色い部分ですよねこのキーポイントとしては黄色い部分ですよねあのまあ、よく勉強してある人にとってはですねまあ、別にまあ新しい知識はないんじゃないのということですね特定健康用保険ええごめんなさい特定保険用食品と いうものですね、特保というものについては、まあ、個別に、えー、これは国によって審査を受けて許可されたものだよということですね。栄養機能食品 A 期に関しては国が定めた規格基準に適合したものであればあ表示をできるよというもので機能性表示食品機能性に関しては事業者の責任で行っているものだよということですね、まあ、こういった,あたりですね。 えまあ補足の説明も含めてですね、えー、これ手引きにえ追加といいますか今まで記載もあったんですけれどもより詳しくですね第1章においてちゃんと詳しく記載しようということで、まあ、新しい知識というわけではないんですけれどもおますますですねこの1章においてもその重要性ということで記載が追加されたということになってまいります。 あとはセルフメディケーションという言葉の追加がなされたわけですけれどもここでポイントはですねこの赤字のところで少なくともこれを押さえておいていただければいいとあとはこの改訂された文章が水色のところで追加されていますけれどもどちらかというとこの赤文字のポイントのところを押さえていただいてあとは手引きに記載されたものっていうのはまあ参考程度に見ておくと。 いう程度でで結構です「セルフメディケーション」というあのそもそも何ですかと WHO 世界保健機関のですね定義によればですね自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てしていこうという考え方「セルフメディケーション」「セルフ自分のことをメディケーションすると自分自身の健康に責任を持って軽度なものであれば自分で手当てしましょうね」ということ。 この風潮が高まっているわけなんですけれども登録販売者等ですね医学に関係するもの薬学に関係するものなどですね登録販売者などについてですねセルフメディケーションを推進していくということへの貢献これますます重要性を増していますよということがこれ全体として書かれているということです。さらににそののセセルルフフメメデディィケケーーシショョンンををといいうのを一層推進していくためにですね これは税制まままででもすすね改定されてしまったとというようよななことになります一般用医薬品というのはですねカウンター越しに販売されるということでオーバー・ザ・カウンター OTC ですねオーバー・ザ・カウンターということでカウンター越しに販売されることからですね OTC 医薬品というふうに呼ばれていくということですね。こののうちですね医師の診断 処方箋等に基づきですね使用されていた医療用医薬品を薬局や店舗で購入できるようになったこれスイッチしたものをですね「スイッチ OTC 医薬品」というふうに言っていくんですよとまず1個ポイントですね。でこのセルフメディケーションを一層推進していこうということでですね税制の変更まで行われてしまったとこういったスイッチ OTC のですね医薬品を購入した際にですねその購入費用が一定 規定の場合について所得控除を受けることができますよということですねセルフメディケーション進めましょうねということですねスイッチ OTC 使った人に対してですね所得控除などのですね税制のまあ優遇と言いますか改定措置をですね提供してあげますよということでですね目的としてはセルフメディケーションというものを一層ですね推進していこうという流れの中でですね まあ、単なる関係者だけがですね頑張ってくださいということではなくて、まあ、いろんな使っている個人これをモチベートするような内容というのが加わったということになってまいります。はいえー、さらにですね小二の定義のところでですね新生児というところですね新生、まあ、児入児幼児小児というところですね、えー、これはあの記載されていたんですけど新生児の定義もちゃんと記載しておくべきでしょうと。 ということでポイントは何とか未満の前が大事です何とか未満の前新生児については4週未満4週未満ですね4です新生児の死新生児の死死といったら4ということでですね4週未満というキーワードで押さえていただければと思います。さえに C 型肝炎訴訟といということで内容が追加されていったということになりますがポイントですねポイントのところ。 はい、フィブリノゲン、えー、製剤やです、ねえー、血液凝固のための因子製剤ということが原因となり新型肝炎ウイルスに感染そして被告はあ国、えー製,造あえー、製薬企業というところとですね、まあ、一番、えー、決定的なポイントとしてはまだあこれ新しい判例でですね和解済みでない和解済みでないというところですね。 まだ、まあ、争いといとうかですね和解を今進めようとしているよと現時点においては進めようとしているよということですねえ他の判例については他の訴訟についてはですね結構昔に訴訟になったものでですね一応のこれは和解というか解決策というものは見いだされているわけなんですが現時点においてこの C 型肝炎訴訟というのは和解済みでないですよということですね。 あと原因のところのですね、えー、これ血に関係する製剤なんですけれども覚え方として血液といったら血だねと血といったら C だねと C といったら C 型肝炎訴訟だねといったポイントですね押さえていいいただければと思いますはいえー、詳しい改定の内容というのはね本当に一読するだけでいいんですけどこのポイントを押さえていただければということですね。 まあ本当にね詳しく皆さんも従来型の勉強では100点満点連発でですねもう完璧だから本当にちゃんとね改正点も全て完璧に100点取りたいということでございましたら試験問題改定の手引きというのが厚労省から発表されていてですねこういう詳しい記載もなされているんですけれども。 私としては冒頭に申し上げた通りとにかく改定の中でも重要なポイントしかもここに赤字で書かれているようなポイントを最低限押さえておいて頂いければいいですよというふうに申し上げたいというふうに思っておりますはいでは続いてですね第2章ですねこれは記載の削除と。 いうことでですね、細胞間質というものですね、本文に書かれていたんですけれども、記載の方はこれをなくしましたよという改定。 続いて逆にですね生体物質というものについてはちゃんと定義が書かれていなくてですねあのそもそも生体物質生体物質って出てくるけど何が加わったんだろうということでですねどういう意味なんだろうということが追加ということなんですが生体物質とは生体の体内に存在する化学物質の総称であると。 いいうう文言がですね追加されたということこですね出題としてはですねこれ出される書道においてはですねこの文言この文章をそのまま正しく書いてですね「丸の選択肢です」というふうに出してくる出題が予想されるということです。ここ はい、さらに血液の働きとしてですね、えー、これはあまず血液の働き正しい知識としてですね、酸素や栄養分を全身の組織に供給するといいことをしてくれてるねということですねさらに二酸化炭素や老廃物をですね、これは肺や腎臓へ運ぶと。 いうところですね記載これまでは排泄器期間へ運ぶという表現だったんですけれども、まあ、最終的には、ね、排泄器期間へ行くと言ってもいいんでしょうけれどもより直接的より、えー、厳密に正しいことといえばですね肺やあ腎臓へ送っていくということの方がより正しいだろうということですね根本的にこれが誤りということでもないと思うんですけど最終的に排泄器期間というふうに言ってもいいとは思うんですけれどもより、えー、厳密に正しくはですね、えー、こういった記載になると。 いうポイントですねあとはアドレナリンについてですね、えー、これは括弧書きでですね別名エピネフリンノルアドレナリンに関してはです、ね、ノルエピネフリンということですねあのー、記載があこれは別名がありますよということについてこう括弧書き、えー、追加されるということになったというものがあります。 まあ特にね、あのー、これは何か、あのー、ここでですねこのアドレナリンと表現されていたものをですねこうエピネフリンという表現に変えてですね、これを知らないからツにするとかですねいうことではなくて本試験問題の中では今まで「アドレナリン」って書いてあった表現にですねッコしてエピネフリンというようなものが加わってですね、これとこれは同じものだよってことを一応知ってる人。 が慌てずそのまま問題解いていただければいいですよというレベルですねアドレナリンには別名称があるんだくらいにですね覚えていただければと思います。はいさらに眼球に関してですね目に関することということなんですけれどもはいこれに関してはですねあの網膜に関するですね説明のところがあったんですけれども記載をより厳密に正確に直そうと。 こういうことでですね海底の方が加わったということで黄色のポイントのとこですね押さえていただければというふうに思いますえ隔膜と水晶体の間にはですねこれは組織液というもので満たされていて眼内に目の中眼内にまあ一定の圧を生じさせているということですね隔膜だけに限らない眼内にということですね さらに、網膜には光を受容する組織が密集していてその視細胞というものがですね受容した光の情報は受容した光の情報は網膜内の神経細胞を介してですね神経繊維に伝えられるということそして網膜の神経繊維はですね、眼球の方で束になって視神経となるということですね。定義の方がですね、まあ、よりちょっと、 ななんていうのかなはしょったような言い方になっていたところをより丁寧により厳密に正確にということで、えー、文章が加わっているということでですねこの目の部分ですねこの黄色いポイントをお注目しながらですね、えー、押さえておいて頂いければというふうに思います。はい まあ本当にね実際に手引きの改定の中で改定されたポイントというのは厚労省の試験問題作成の手引きこれ検索していただくと出てくるわけなんですけれどもこれは本当にね従来型の勉強でも100点連発1問も間違うことがないでもきちっと改正も100%抑えたいという人だけですね厳密に見てもらえば大丈夫です。こここののポイントのとととろをええてもらえば大丈夫ということですね はい、えー、続いて皮膚の感染のところを見ていきますけれども緊張による汗というものですね手のひらとか足底とかですね脇の下という表現あったんですけれどもおさらに、まあ、顔面というところですね顔面にもそうですよねちょっと緊張によって汗、えー、というのは顔面に発生することもあるんですけれどもおその部分加わったということですね。はい、えー、あとお 骨格系と関節の部分でですねやはりもうちょっとより厳密に正しく表現を変えようかというところですね関節周囲を含む膜、滑膜というのはこれは軟骨の働きを助けているものですよということですねこういった記載がですね修正の方をなされているということで押さえていただければというふうに思います あとは脳や神経の働きのところでもですね、これ今までの医学的知識が全く間違っていたということよりは記載の本をより正しくですね、より正確性を持った文章で表現しようということで黄色の部分これは加わっていますよということですね。神経細胞の細胞体から伸びる細長い突起のことをですね、軸索のことをですね、神経線維というふうに言っていきますということですね。 はい、あとは中枢神経系中枢神経系の働きのところでですね、まあ、従来記憶とか情動とか意思決定等の働きを行っているとあったんですけどああそれ正しいねということですけどいや他にもですね知覚とかあ運動、えー、これもですね、えー、司さっている役割はあるでしょうということで。 今まで3つ「記憶浄土意思決定」ということで3つの記載からですね「知覚運動」を加わってですね5つこの働き出ることになったということですね。もともと間違っていた知識ではないんですけれどもよりやっぱり厳密にはこれとこれも加わるべきでしょうということでより正しい定義というかより正しい機能というのを表現するために加わったということですね。はい あとですね末梢神経系の働きとしてですね末梢神経系の働きとしてですねこの機能に着目してですね1と2に分類されますよこれは体性神経系と自律神経系に大きく分かれてきますねそそしてのの自立神経系のところでですね。 これは記載があった今までの内容に加えてですねやっぱり消化管の運動なども支えてますよね消化管の運動などもですねこれは無意識に働いている機能としてですね記載すべきですよねということで加わっているということですねあと交感神経ではなくて厳密には交感神経系というふうに加えるべきでしょ神経系というふうに書くべきでしょということで修正がされていると。 ということあと効果期に伸びる自律神経は、えー、これは節電、えー、繊維とですね節後、えー、繊維からできているということで,です、ね、記載の方を書くべきでしょうというような内容が加わっているということになってまいります、はい、では続いてですね、はい、薬の代謝排泄ということなんですけれども、まあ、当たり前の内容が追加された。 代謝酵素の遺伝子型には個人差がありますすそそれははうううででしょとということですね遺伝,子遺伝子型には個人差がある、まあ、当たり前のことが加わったということあとは小腸などの消化管粘膜やあ腎臓にもですね、えー、これはあ代謝活性があることはこれもともと中身としてあったんですけれどもこれは注意書きこの文章が消えてるからですね、えー、この内容が間違ってたんですかというふうに一瞬思うわけですけれどもそうではなくて、えー、注意書き、えー 手引きでいうとですね、まあ、欄外というか、ページの下の方に小さい字でですね、注意書きの方に移動したということですね。あのいうことで、内容自体がですね、まあ、今まで覚えていただいた方は間違ってたわけではないですよということですね。はい、続いて、薬の体内での働きというところですけれども、これは薬が働いてくる、そういった流れの中でですね、 これは薬というのはどういった危険度の中でですね作られているのかということですねこれは全身作用を目的とする薬品の多くは使用後の一定期間その成分の血中濃度が最小有効濃度最小本当に効果が働いてくる最小の有効濃度とですね毒性が現れる濃度ね危険域とか中毒域 の間の範囲に維持されるように使用量と使用間隔が定められていますよということですねまああのある種当たり前というかですねまあ、無効領域と毒性の間ではちょっとないよねとだって無効の領域で作られてしまうとしたら薬飲んだけど全然効きません みたいなことで流通してしまうとえ、薬飲んだけど全く効かないで販売されているというよりは、より正しくは少なくとも有効効いてくるだろうというノードね、最小有効の範囲とですね、毒が現れてしまうその間で作られているべきだろうということですね。はい、えー、ここがより厳密に正しい表現に変更されたということですね。えー、薬のリスクというのはですね。 まあ少なくとも最小に効果を発揮するその濃度とですね毒が現れてしまうその間で作られておくべきでしょうということですね。はいさらにに概要すするですね、えーえー、材形ということでですねまず軟膏剤とクリーム剤というものがあったんですけれども本当にこれもまあ正しくですねより正しい表現でというか分かりやすい表現に変更したと いっったようなな内容にはなってきますけれどもこれをまず軟膏というのは油性の機材であって皮膚への刺激が弱い皮膚への刺激が弱いと熟熟と浸潤熟熟としているそういったところでもですね使用ができますよということこれに対してクリーム剤は水分を加えたものですよと油性の機材に対して水分を加えたものですよということで皮膚への刺激が強いと。 皮膚への刺激が強いと弱いに対して強いということでまあ傷などへの使用は避けていこうねといクリームのまあ何ていうのかな裏腹の関係というかこういう場合に使いましょうこういう性質ですよっていうその裏腹の関係というのをですねよりはっきりと書いたというものです。あとはギ「ギアルドステロン症」でですね「小柄な人はですね危ないですよ」と。 ということで書かれている、まあ、小柄えっていうふうにちょっと言われてもちょっと分かりにくいので低身長低体重などお体表面積が小さいものということでですね、まあ、要するに小柄な人なんですけれども、まあ、もうちょっと正しい定義で書こうということですね低身長低体重などですね。えー、いうことで偽、えー、アルデステロン症に関してですね小柄な人っていう,う分かりにくい表現をですね、えー、正しく書いたということになってまいります。 はい、あとはですね無菌性髄膜炎ということでですね、この定義のところでですね、髄液に細菌が検出されないもの細菌が検出されないものということでですね「まあ、心菌という言葉が入っていたんですけれども「まあ、細菌」という言葉で統一したということになっていきます。はい、続いて眼圧上昇の副作用という箇所なんですけれども。 これ単にですね、まあ、緑内障がある人は厳重なです、ね、注意必要ですよということについて、まあ、より厳密にですねこれは閉塞角緑内障というものですね眼、えー、防水の出口である偶角が狭くなっているという緑内障のところが厳重な注意が必要ですよということでより厳密に単なる緑内障 ということではなくですねこういった閉塞偶角力内障という言葉でですね厳密にあの定義定義をしたというところですねこの人については特に厳重な注意が必要ですよということになりますはい続いて三章のところですけれどもねまず成分名が変更になったということですけれどもはい古伝林酸塩が例えば古伝林酸塩水和物と ということでです、ね、プロメンタジーに手を送る「3円」というところに対して「円3円」というような多少のこれ変更があったんですけれども、まあ、意味的な中身の性質のです、ね、変更があったということよりはあの内容としては同じに押さえていただいた上でですね本試験問題でこういう改正後の言葉で出たとしてもですねああそれはこれお馴じみだったよねということでですね捉えていただければというふうに思っています。 えー、これがマスターされていないからといってですね、あのー、なんかこれを完璧に覚えていないから罰にするというよりは、まあ、のこの「コディンリン酸塩水和物」という言葉が出た時もですね基本的に、えー、この内容を押さえていただいたあこの昔の名称のですね内容と同じものなんだなというくらいに、まあ、本試験で出た時もですねこ、あのー、ここを厳密にこう これが加わっていない文章で出たから罰にするとかっていうようなことではないんですけどもこれは水和物がですねちゃんと選択肢の中に加わっていただいた上で出題されるはずなんですけれどもそれに対してですね知識としてはここで押さえたものと同じだったよねということですね見ていただければと思います。あととととととねねねジジジクククロロロロルルルイソシアヌル酸ナトリウムいいいううころにねジクロルという言葉がジクロロとかですね変わっていると いうことなんですけれどもねまあなんていうのかな同じこことととだよということですねあのちょっと医薬品と違った言葉で言うんですけどねゴジラっていうね怪獣がいるんですけどゴジラをゴズイラというふうに発言しようがこうバラエティーに富んだ人ですねっていうのをバラエティーって言ってね「あのバッうに点てん,てんみたいにしてもそれは同じ意味じゃないですかですよねそれとと同じレベルのことですね。 はいブロモバレリル尿素なのかブロムワレリル尿素なのかバレリルなのかワレリルなのかえそれは別に同じ意味だよということですねジクロールだろうがジクロロだろうがそれは同じ意味だよということですねはい あとは手引きから削除されてしまった成分としてですね、まあ、残念ながらですね、あのー、これは医薬品として間違っていたというようなものではないんですけども、流通がもうなくなってしまったとかですね、流通が圧倒的に減ってしまったということで,ですね、削除されたということでですね、これらセミアルカリプロティナーゼとかですね、ブロメラインとかリゾチーム塩エ塩とかですね まあこういったものをあったんですけれどもあの試験問題としてはあのこの単語でですね出題されるということはなくなったということになりますまあ、もちろんこの例えばブロメラインが持っていたあその内容薬効とかですね副作用の内容っていうのを生かしつつあー出題されるその成分とすげかえてですね そのブロメライン自体はその表現として出ないんだけどブロメラインの内容を書いておいて主語をブロメラインと違うものと組み合わせて「ツの足です」みたいなですねそういった改定は改定というか問題は予想されますけれどもこれらがですね流通が減ったとあれやもうないということでですねストレートにこれらが出題されるということはなくなりましたよということである意味負担は軽くなったという分野になるということですね。 逆に新規で追加された成分というのがあってますます重要性を増しているとかですねよくよく流通されているでも載っていなかったからつ加えた方がいいでしょということですねこれらですねサリチル酸ナトリウムに関してですねまあこれは解熱鎮痛成分ということでですね解熱鎮痛薬の分類のところで出題されるということですねあとはエピナスチンとかですねロラタジンといったようなものですね こういったものに関してですね第2世代の抗ヒスタミン成分としてですね内服のアレルギー用薬としてこれは用いられているこれは出題されますよということですねあとは生成ヒアルロン酸ナトリウムということですねまて、あ、ん薬によく用いられるものなんですけど保湿成分として出ている、ね、あと怒り人というものですね顔をよける、まあ、気皮剤と いうところですねこれ実務上非常に使われているのにねあのなんでなかったのかなとよくよく現場で使われているものだから加えるべきでしょうということでですねあの実務でよく使われるという観点からですねこういったものがあの追加なされてきているということになりますはいこの新規で追加されたものについてですねポイントの方を見ていきたいと思います、ね、大きくサリチル酸ナトリウムとかですね あののロラタジンなどのですね第2世代の抗ヒースタミンとかあとはですねヒアロン酸ナトリウムイカリジンといったもので,ですねよくよく実務上で、えー、使われる有効なものとしてですね新規でやっぱり手引きに書こうよというふうに追加されたものですけれどもポイント試験で出さ,れそう出されそうなポイントというのはまずサリチル酸ナトリウム15未満15歳未満。 の承認に対してはいかなる場合も一般用医薬品として使用してはならないえこれ出そうなポイントになってくるということですねはいあと抗ヒスタミン成分としてですね抗ヒスタミン成分の内容が変わったわけではないと抗ヒスタミン成分ってこういうものだよねこういうものだよねということでですね例えばクロルフェニラミンマレイン酸塩とこいったものがあるよというそういった文脈の中にですねフェキソフェナジン塩酸塩ロラタジンなど ということで、えー、こう追加された成分がこの羅列の中でもともと間違っていない文章に対してですね、えー、その例示として例示としてこういった新しいものが加わったねということですね。はいあとヒアルロン酸ナトリウムに関してはですねヒアルロン酸ナトリウムということに関しては従来の表記ではですね従来の表記では有効成分ではなく添加物として添加物として用いられるよと。 いうような表記だったんですけれどもいやいやえこれはね新しい医薬品の中で堂々とですね有効成分として使われるケースも出てきたということですねヒアルロン酸ナトリウムというのがですね単なる添加物ではなく有効成分として用いられることも出てきたじゃないかということでですねこれはヒアルロン酸ナトリウムということでですねあくまでも単なる添加物ではなくですねこれは有効成分としての活用ということもありえますよと いいいううこことととでで加わったということですはい、あと「怒り人というところですねこれは顔をよける成分としてですね非常によく用いられるんですがポイントとしては年齢による制限ない年齢による制限ないということでよくですね使いやすいということじゃないですかある意味ここだあの年齢制限のある他の制約に対してですね「まあ、怒り人というものについてはですね年齢による使用制限ないとそういう顔をよける成分ですよと。 いうことでですね非常に効果期待されているということになります。はいあと、西洋薬のですね変更箇所ということで内服用アレルギーということですねこれ内服用アレルギーの説明の中でですね説明の中でですねこれはアレルギー症状に対するですね予防的使用予防的使用というのはあんまり良くないぞと医師の指導の下で行われるべきだぞと。 いいうふうに書かかれれていたんでですけれども、うん、でもそうかな実務上実際現実問題として内服用アレルギー用薬ってえ結構ねあの予防的に使用されることも多いよねという観点に鑑みてですねこの文章が削除されたということですね内服用アレルギー用薬がですねえこれ予防的に結構使用されたりもするでしょうと現実にはそうでしょうということでですねこの文章をカットされたということですね。まあ、あとはまあシステイン 需要競争保険薬というところなんですけれどもねまあ、ちょっとした。まあ、表記の変更肝臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助け、アセトアルデヒドの代謝を促すとされるという。まあ、シンプルな文章に変わっているということですね。まん、あ、昔の文言のまま覚えといても、まあ大差ないところかと思うんですけどね。まあ、よりシンプルにですねこの働きを助け、アセトアルデヒドの代謝を促すとされると。 いう表現に変わっているということですね。あとアスパラギン酸ナトリウムというところなんですけれども、ね、これもシンプルな表現。骨格筋に溜まった骨格筋にたまった乳酸の分解を促すということですね。骨格筋に溜まった乳酸の分解を促すというですね。より直接的とかシンプルな表現に変わっていますよということですね。 あとはあ漢方薬の変更箇所ということでですね量といったものですね、えー。これについてですね「経歯科術不当」というものと「経歯科量術不当」とこの「例という文字ですね。入るか入らないかで、あのー、なんか、うん、効果があんまり、えー、表現の違いがよくわからないとお内容があこれどう違うのということだったんですけれども,もう明らかに、ね、キーワード「ピクツキ」という言葉「ピクツキ」という言葉ですね、まあ、入ってきていると。 いうことでですね、まあ非常にまあ目立ちやすい言葉ですね。この軽視化量術不等というところに関してはですね、このピク付きというキーワードとセットで押さえていただければというふうに思います。あとはこう漢方のところでですね、どういうふうな人に適応ですかというところの体力中等度とあるいはそれ以上みたいなところ、ちょっとあの何ていうのかわかりやすわかりにくい表現だったものをまあ明確にですね、体力中等度 としたりでですすねねこ、えー、これは神秘党のこと等、ね、に関してはですね籍に対して役立つということなんですが体力中等度あるいはそれ以上みたいなですね少しうーんなんか腑に落ちない表現というかですね分かったような分からないようなという言葉をですね体力中等度と以上体力の中等度以上という言葉ですね、えー、これに改まったよということです。あとは 陶器因子ということでとというところがですねこれは体力中等度以下と体力中等度以下というところですねこれは表現が改められたということですまあポイントとしてですね「帰る」っていう字ですね「帰る」という字これが入ってくるこれは漢方薬というのは体力がない人向けというふうに捉えていただければというふうに思います。なんとか 帰るととといいうう言葉陶器ということですね中等度以下中等度以下これは虚弱とかですね体力がない人向けですよということですねまあ帰ってくるといったものはですね体力がない人向けにですね用いられるということで押さえていただければというふうに思います。 はいあと生薬の変更歌所ですね、もうこれはもう本当に気にしなくていいというか、ですね魔王家のこれ何を起源としたものですかっていうものがですねもうこんな風にしなきゃいいのにですねあえてこうラテン語、外国語でですね、えー、ちょっと何ていうのかなあの表現するというかもうかっこつけたような表現なんですけれどもねもうラテン語、ラテン語で入ってきているということですね。はい これはねもうあのラテン語そのものをこう暗記していく外国語そのものを暗記して覚えるということはもう一切する必要はなくてですねまあ本試験においてはですね魔王家の魔王に関してですね、えー、これはラテン語でこう何を起源としますかっていう表現が加わったんですけれどもあのあそうだよねとあの確かラテン語が入ってくることになったんだっけくらいですね思い出していただいて。 なんか急に初めてラテン語を見ましたとこの時点で、えー、罰にします、えー、いうようなですね、えー、なんかあれを取らないようにというかですね、あのー、対応を取らないようにというか基本的に出題としてはこのラテン語の1単語がちょっと間違いだから罰を出すみたいなあまりにもちょっと意地悪すぎる問題は想像されなくてですね、えー、あくまでもこの「魔王家と」とラテン語の「 ほにゃららほにゃららっていう表現が出てきてるわけなんですけれども慌てなくて「あそういえば生薬のところでですね何かこの今まで日本語で書いてってくれたのに何かラテン語で書くようになったんだっけ?」っていうことを思い出していただいてあくまでもその魔王のまあ、効果とかですね、えーまあ、副作用とかそういった他の部分の内容でですね正しいのか正しくないのかということを判断していただければというふうに思います。 これらを全部暗記するというような勉強はもうやめていただきたいというかですね、そこでバツの足を作るみたいな問題というのは基本的に捨てていい問題です。捨てていい問題ということでね、押さえていただければと思います。はい、あとはですね、ここはそれに対してですね、品質箇所、センソ、まあゲコゲコのガエルカエルさんですよね。あのこれについてはですね、品質分野などでですね、ここはきちっと押さえておいていただきたいというところ ヒキガエルかのシナヒキガエルチャイナシナヒキガエルという表現がアジアヒキガエルということでですね、まあ、シナだけではなくてアジアまでこう範囲が広がったなということですね戦争というのはですね、えー、なかなかこう領域を増してきたなということです戦争さすがだなということですね,ですねあのゲコゲコの人ですね、えー、結構領土を増してきたぞというところですねあとは「独占」とあったんですけれどもヒキガエルの「自戦耳」 耳という言をですね「自選、ね」という言葉これに変わってきたということでですねここはこの、ね、ラテン語を覚えるなんてことはもういいですからもうこんなの捨てていいですからこの「戦争」くのところはですねしっかりと見ておきたいというような内容になります。はい続いてですね第4章というところですけれども第4章登録販売者の自己検査を積まないといけないですよということですけれどもね これがま何、あ、ていうのかなあのある意味その義務というのがこう明確化されているということでですね、はい、登録販売者っていうのは受かった後もですね一生懸命自ら知識の研鑽に努める必要があるんですけれどもさらにですねきちっとした研修を受けようねといううこととですねね研修を受けようねと、まあ、実務上研修というのは登録販売者の 自己検査というかレベルアップのための研修というのは従来型行われていたところもあるんですけれどもそれを明確にここに記載したということでですねその研修制度登録販売者のプラスアルファの知識ゲットのためのですね研修これをですね義務を負っていくものは登録販売者ということではなくてそれを使っている薬局開設者が受けさせる義務受けさせる義務を負っていますと。 登録販売者の自己検査に関しては依然としてですねこう勤めると勤めるという表現が用いられていますある種努力義務ということでですね勤めるというふうになっているまあ、管轄はですね都道府県ではなく厚労省ですよと厚生労働大臣ですよということですねまあ、このあたりのポイント登録販売者検査のための研修制度に関するですねまあ、法律の明示についてですねポイントを押さえていただければと思いますはい、えー、続いてですね 登録販売者の現行試験制度の説明と現行試験制度の説明ということになっていきますけれども、まあ、受験試験の受験にですね学歴とか実務の要件はありませんよということですね、まあ、管理者等になる場合に実務契機が必要ですよということですね。 はい、書かれてね、今更なんでこんなこと言ってんの知ってましたよということでね、あのこういった制度にもともとなっていたわけなんですけれども、えー、これはあの改めてですね、まあ重要な内容ということで重要な内容ということでですね記載されたということですね。はい、まあ元々皆さんはこのことを知った上でですね受験されていると思います。まあ受験の時にはですね実務経験と必要、えー、不要ですよということで受験に際しての実務経験というのはあの廃止されてますよということですね。 ただ管理者となっていくためにはですね、まあ、一定のちゃんとした実務要件等を踏んでくださいというようなことになっているということになります。はいまたね講座のご受講生に対してはちょっと詳しく見たければ詳しく見たいなという方のためにはですねデータやあの冊子の方でですね、えー、見ていただけるようにいたします。はいあとは医薬品の定義のところでですね医薬品って一体そもそも何なんですかと。 いうととこころろのの定義のところでですね何々を除く薬部外品化粧品を除くというふうになって単になっていたところをです、ね、これは再生医療と製品も除くよということを明示しているということでですね除外する内容が追加されていますということで押さえていただければと思います。はい まあ毒薬劇薬のところですねでこれはもともと知ってたよという知識かもしれませんけれどもまあわかりやすく表現、えー、これを変えていったということでですね現在毒薬劇薬でですね一般用医薬品のものはないというそういった知識をですね、えー、まあ日本語としてわかりやすく表記しているということですね。まともとこのことは知ってましたとあのいうことがあ方がですね多いかと思いますけれどもわかりやすく表記しましたよということですね。 はい、あとこれもですねもともと知ってたよっていう知識なんですけれどもおそらく知っ,て知っていたよという知識と思うんですけれどもその位置づけをですねより分かりやすく表記したということですね、まあ、特保に関しては特保に関してはですねこれは特別用途食品制度と保険機能食品の制度の両方に位置づけられるよっていうことが明確にわかるような図に変わりました。 まあ以前までの手引き、まあ、昔の平成30年の手引きのところで,です、ね、ずっと改訂されていなかったその教科書の方では旧217ページに図があるんですけど、まあ、この上の部分しか表記されていなかったというものをですね、まあ、保険機能食品にもこれは該当するものなんだということがよりわかるように表をわかりやすく改訂しましたよということですね。 このこれは講義の特別用途食品というものにも含まれているし保険機能食品というところにも含まれているしということを明確にしたということですね。はいあとはですね、まあ、薬局の定義のところでですねこれもまあなんていうのかな 当然にしていたことだからあ新しくこれ初めて知りましたっていうことではないかと思うんですけれどもあの薬局は当然これをしているよねという内容が加わったということですね薬局は何をしますかこれは調剤の業務を行っていきますよまた販売等も行っていきますよということに加えてですね一番肝心な薬剤師さんがいるんだからこれは適正な使用についてですね必要な情報提供を 薬学,的薬学的地形に基づいてですね、指導の業務これらを行っていくところだよねということですね。まあ本当に根本的にもともと当然していたことというのを定義の中に正確に盛り込んでいこうということですね。薬剤師による指導を受けられる場所でもあると、まあ、それはそうだよねということですね。これも書いたということになります。はい、あとは薬局の中でですね、まあ三つ地域連携薬局とかですね。 これは専門医療機関連携薬局とかですね健康サポート薬局っていうところですねえこういった薬局の中でもですねまあ地域貢献してるねとかですね専門家とちゃんと連携取ってやってるねとかですね健康サポート薬局とかですねえこういったものがですねまあ薬局のその重要性というか何ていうのかなあのこういったものっていうのが あの今話題になっているところから内容として追加していこうということでですね加わってきたということですねはい、まあ、文章をこれ丸暗記していただくということよりはですね全部丸暗記の必要はない試験対策としてはですねこの薬局の3つの種類とりあえず3つあるんだということでですねあのびっくりしないようにこの言葉が急に出てきたとしても、まあ、びっくりしないようにしていただいてその内容と この主語のすすげ替えによって罰足を作るという問題が予想されます例えば「地域連携薬局とはこういうものです」っていう「ほにゃららほにゃららです」っていうところにですねこの「健康サポート薬局」の定義をほにゃららほにゃらら書いてですね「罰ですよ」と「地域連携薬局とは何とかです」っていうその「何とかです」の部分に「健康サポート薬局」の意味を加えてですね その組み合わせは罰ですというようよな問題が予想されますあるいは全くそのこの内容をコピーして正しい内容を作るとかですね。はいえということでですね地域連携薬局に関するまあ,あのキーワードとしてはですねその地域における地域連携ということでその地域におけるということですね。はい これは専門医療機関と連携していくということでこ,れはこのキーワードはこれ一致しているんですけれども知事の認定知事の認定ということでこの上と一致しているんですけれどもねまあポイントとして特に特徴的な地域におけるというキーワードが入っているかどうかというところあと健康サポート薬局というのは個人の主体的な健康の保持増進への取り組みということに支援するということで個人の主体的な健康保持と。 いうことですね、あとは厚生労働大臣が定める基準というところが健康サポート薬局のキーワードということになってくるということでですね問題としてはですねこの主語と全く違うこの内容が入っていて罰にするみたいな問題これが予想されますよということですね。はいあと管理者のところでですねはい管理者になっていくためにはですね用紙導お薬品 1> 第1類薬品を需要する店舗は基本的に薬剤師が管理者であると第2類や第3類に関してはですねまたは登録販売者管理者になっていくというところでですねこれ実務経験2年というふうになったんですけど2年と言っても、えー、何それと週1でも2年間働いてたらそれでいいのと2年間の間に3日しか働いてなくても2年経ったらこれ実務経験2年なのというところですね。 そうじゃないでしょうと時間のところもちゃんと書きましょうねということでこれに関してはあの出題結構ですねあの出題されていいかなと出題可能性あるかなというところですね管理者になっていくために実務経験通算2年です通算2年です1月あたり80時間以上80時間以上そして過去5年でですね 1920, 1920というところですね これに関してはですねちょっと抑えていきたいよというところですねはい管理者のポイントということで単なる2年でいいのということですね1年に 3, 3日しか働かないような人がですねあの2年経過したら実務経験ありだのというとそうじゃないでしょうとあの時間のところをちゃんと書きましょうねということで加わってきているということですねここは抑えておいていただきたい箇所になってまいりますねはい続い続て 管理者のの番目のところですね,ね法令を守るとか人の健康を守るとかですねそういった観点から必要な意見は述べましょうねということをもともとあったわけですけれどもそのことをですね書面できちんと大事なことはちゃんと口頭じゃなくて書面で述べましょうねということが明確化された書面により述べる書面により述べるというところですね。 また、業者に関してもですね、まあ、意見があった業者に関してもですね、必要な措置を講じて、きちんと重要なことは記録しておきましょうということですね。で、ね、いう側もきちんと口頭じゃなくて書面で述べるし、ね、対応する業者の側もですね、えー、ちゃんと措置を講じたら、内容のきちんと記録、えー、これをしておきましょうねということですね、えー、こういった内容が加わっているということになってきます。はい さらに、まあ、お薬手帳という項目ですねえこれも加わったということなんですけれども、まあ、お薬手帳、まあ、厚生労働省のホームページより、まあ、あのイメージとして持っていただければいいかと思うんですけれども要するにですねあなたはあのどんな今あの体調の不調がありますかそしてどんなお薬を飲みましたかと今飲み合わせているものは何ですかえこれから飲もうとしているものは何なんだろうということですね。 えきちんと手帳を使うということによってですね医師や薬剤師がきちんとアドバイスをするときに判断材料になりますよね。今どんな状況にあるのかあの副作用の状況どうなのか飲み合わせの状況どうなのかといったことをスペシャリストが見ることによって適切なアドバイスをすることができるそういうためにですね手帳に残しておきましょうよということですね。えこうういいいいいいっったたたおお薬薬手手帳帳要すするに何がが言いたいかというと持方でよ ということですねお薬手帳を持った方がいいですよということを専門家がアドバイスした方がいいですよということ、まあ、お薬手帳ですね、えー、こういったもの、まあ、急に現れたものではなくてもともとあった概念なんですけれどもこういったお薬手帳というものは所持しない場合にはきちんと所持を促した方がいいという内容ですねこれが加わっている特に陽子医薬品とかですね第一類薬品と。 おいったものですね使用しようとするものに対してお薬手帳持っておいた方がいいですよということですね飲み合わせによってあなた副作用出ちゃうかもしれないからという専門家がきちっとアドバイスできるようにですねお薬手帳ないんだら持っておいた方がいいですよということをですね、えー、書かれているということになります。はいあとは広告のところですね虚偽広告とか古代広告と不適切な広告をした時点でアウトですと。 ね、こんな、えー、この医薬品めちゃめちゃよく聞きますよと飲んでいただいたらマイナス1 0キロ明らかですみたいなねやりすぎでしょそういう広告しちゃダメでしょ嘘ついちゃダメでしょ古代広告しちゃダメ虚偽ダメということですねこれは「販売等」という言葉で表現されていたんですけれどもいや販売まで至らなくても広告の時点でアウトです。 広告の時点でアウトですということがもともとそうであったあールールですね広告の時点でやっちゃいけないんです虚偽はやっちゃダメなんですそれをはっきりで、ね、販売等というね販売に至らなかったら許可あの許されるのみたいな表現になってしまっていたのもう広告の時点でアウトですということですねまあ違反したら各種ペナルティがありますよということですね。 えまあ内容としては違反広告に対してですね国が措置命令改善しなさいというふうに命令をされるあとは課徴金制度課徴金制度といってですね、まあ、売り上げた金額のですね4.5%をこれはペナルティーとしてお金徴収しますということで納付させてもらいますよということでですね発生した売上げについて持っていかれるということですねこういったペナルティー行われますよ。 はい、ポイントというのはですねもう虚偽、えー、古代広告したらアウト広告したらアウトということですね違反したらペナルティーがありますよということですねはい、えー、最後ですね第5章というところでですねはい、えー、これは添付文書のところで医療用医薬品医療用医薬品と一般用医薬品というところのお違いと。 いうことですね、えー、見ていただければと思うんですがまず医療用医薬品ということについては紙の添付文書を同梱というのを廃止して注意書き等は電子的デジタルの方向によって提供されることとなりましたよ総合機構のホームページで公表されているということでですね、えー、これデジタル紙ではなくデジタルでアクセスできるようにしましたよと医療用ですね。 これに対して一般用に関してはですね消費者がもう直接購入する製品ですからこれはやっぱり使用時にですね添付文書書面であった方がいいでしょうということでですね添付文書ということがですね引き続き紙の状態で同梱されてますということですね。医療用医薬品というのはデジタルの状況で見れますよと。一般用医薬品ということについては引き続き紙の状態でやっぱり見えるべきでしょうということですね。 こういったこことを受けてですねこの内容として、まあえー、法のですね52条の文言としてですねこの添付文書にかかる記載のところで添付文書にかかる記載のところですね単に医薬品と書かれてたんですけど単に医薬品と書かれてたんですけれどもこの違いをはっきりさせるためにですね要指導医薬品一般用医薬品などの、まあ、医療用医薬品以外のものですよね。 これに関しては添付文書についてですね容器とかその非行に対してです、ね、注意書きをしなきゃいけないよというふうになってきているということですね。まあ一般用医薬品などですね、まあ、医療用医薬品じゃないですね一般用医薬品などについては引き続き添付文書の知識が生きていると医療用医薬品に関してはですねこれはデジタルの方法でこれは見ていくということが可能になったと。 いいううこことととででありますよということですよねそもそも医療用医薬品というのはお医者さんのアドバイスなどに基づいて使うものであってですねこう注意書きの紙を絶対見なきゃいけないかといったらそもそも医薬品、えー、お医者さんなどのアドバイスに基づいて出されているものということでですね、まあ、わざわざあ紙を絶対しなきゃいけないというよりは、まあ、デジタルで念のため確認できるようにしておくだけでもいいだろうというような判断も働いているかと思います。 はいということで、えー、ざっとですね、えー、一気に1章から5章まで、えー、見てきましたけれどもねあのこれであの内容の方ですね、えー、見て、えー、まいったということになります。あくまでもですね一番最初に申し上げた内容ですよね、えー、これら改定かなり、えー、行われたととはいえですね、えー、重要な情報と重要な情報というところはですねあくまでも従来型の知識ね、えー、ここで掲げた内容というのはですねそもそも あの膨大にでもともと平成30年のところで基準として設けられていたことが圧倒的多数を占めていてですね今申し上げたっていうのはあのかなり限定的なものであるしはっきり言って昔の知識とほとんど変わらないものを正しい日本語に変えたといったところが多いわけでですね。 あくまでも合格のポイントとしては、まあ、ざっとですね今申し上げたようなポイントのところですね赤文字黄色のところを押さえていただくという程度であとは従来型の勉強の方をですねきちっとしていただければというふうに思います。ははい、それれででですす。ね、以上となりますお疲れ様でした。